シュラマル。イエーイ、明日のためにおニューの水着買っちゃった。これで沖縄の男をメロメロにするわよ。相変わらずテンション高いですね。ママ友旅行なのに目的が別になってません？だって私の水着姿見たらいい男は放っておかないでしょ。モテる女って辛いわ。じゃあ旦那さんに伝えておきますね。玲子さんだけ浮気旅行に行くつもりらしいですって。余計なことしたらぶっ飛ばすわよ。旦那にはお龍の水着買ったことも内緒なんだから。さすが元伝説の不良の玲子さん、すぐ人をぶっ飛ばそうとするんですから。まあね、私の学校ではレイコを怒らせたら全てが終わるって言われてたくらいだから。あんたも簡単に終わらせてやるわよ。今やったら社会的にレイコさんが終わりそうですけどね。やっぱり不良はいくつになっても不良なんですね。うるさいわね。ガリ弁陰キャのあんたには怖くて仕方ないんでしょ。いや、面白くて仕方ないです。なんか天然記念物を見てるようで。よくわかんないけど、天然記念物ってすごいってことよね。やっぱり私のことをすごいって思ってたのね。あ、やっぱり玲子さん面白いですね。さすが、田舎の不良は違いますね。何が面白いのよ。意味わかんないんだけど。知らなくて結構です。それより、明日の旅行は絶対遅刻しないでくださいよ。わかってるよ。私が今まで遅刻なんてしたことないでしょ。もう37回遅刻してます。よく数えてたわね。だって何度言っても治らないからですよ。いい加減直してください。私は遅刻してるつもりないのよ。いつも予定の日になったら時計が壊れちゃうな。だからいつも遅れちゃうのよね。そんな小学生みたいな言い訳通用しませんから。さすが天然記念物は考えることが違いますね。天然記念物をバカにするんじゃないわよ。あんたたち凡人とは違うんだから。まあ、ある意味凡人とは違いますね。だって変人ですもんね。変人っていい意味なのかしら。もちろんいい意味ですよ。あんたもよくわかってるじゃないの。そう、私は変人なのよ。あなたたち凡人とはレベルが違うの。まさしくレベルが違いますね。バカを相手にするのは楽しいです。は？私のことをバカって言いたいの？おお、さすがにバカの意味はわかるんですね。バカにしないでよね。私の方が1億万倍賢いから。1億万倍、もう笑いすぎてしんどいです。何がおかしいのよ。それぐらいレベルが違うってことだから。本当にレベルが違いますね。私では到底太刀打ちできません。まあ分かったならそれでいいわ。じゃあ明日は絶対に遅れないでくださいね。よろしくお願いします。私の名前は南、幼稚園に通う娘を持つ母親です。この度ママ友達と沖縄旅行に行くことになり、私が幹事を任されることになりました。張り切ってすごく楽しみにしているのですが、一つだけ大きな気がかりがあります。それは玲子さんというママ友のことです。玲子さんはいつもママ友での旅行や集まりに遅刻してくる遅刻常習犯なのです。何度注意しても遅刻してくるので本当に困っています。正直ママ友のみんなも嫌気がさしていますが、玲子さんは元不良ということでトラブルになると面倒なので強く言えずにいます。一応遅刻しないようにと釘を刺して当日を迎えることになりました。玲子さん、もう集合時間なんですけど。もう着くから少し待ってて。あとどれくらいですか？飛行機の出発時間まであと40分ほどですが。あと30分で着くから。めちゃくちゃギリギリじゃないですか。下手すれば間に合いませんよ。なんとかパイロットに待ってもらうように伝えといて。そんなのできるわけないでしょ。間に合わなかったら知りませんからね。はあ？そんなの絶対に許さないから。私をのけ者にするつもり？だってあれほど言ったじゃないですか。仕方ないでしょ。また時計の時間がおかしくなってたんだから。そんなつまらないこと言ってる暇があったら急いで来てください。それでは。結局ギリギリのタイミングで間に合って、なんとか沖縄に出発することができました。空港の方にも協力していただいて、間に合うように手続きを急いでしてくださったり、関係者の通路を通させてくれたりと、なんとか間に合ったのですが、本人は悪びれる素振りもない様子なので、正直かなりイラッとしました。沖縄に着いてからも、レイコタイムのオンパレードで、いろんな方に迷惑をかけては、私や他のママ友が謝る繰り返しでした。
正直身勝手すぎるレイコさんにかなりの憤りを感じていましたが、楽しい旅行の空気を壊さないためにぐっと我慢しています。そしていよいよ最終日を迎えたのですが、ここで懸念していたある事件が発生しました。レイコさん、もう集合時間を過ぎてますけど。もうすぐ着くからもう少し待ってて。もう何回目だと思ってるんですか。あと30分で飛行機は出発しますよ。なんとか間に合うと思うわ。だから待っててちょうだいよ。間に合わなかったら知りませんから。なんでそんな無責任なの。あんたがこの旅行の幹事でしょ。気をつけていたのに遅れたなら目をつむりますけど、これだけ常習犯だとどうしようもありません。やはり変人で天然記念物の考えてることは凡人には理解できないです。そこは凡人が私に合わせるべきじゃないの。だからあんたはいつまで経っても凡人なのよ。まあこんなに人に迷惑をかけていたらいつか後悔することになりますから。じゃあ早く来てください。遅くなってごめんなさい。やっと空港に着いたんだけど、もちろん待っててくれたわよね。もう家にいますけど。はあ？何勝手に帰ってるのよ。待っててって言ったでしょ。そりゃ帰りますよ。何時間経ったと思ってるんですか。もちろん代わりの飛行機は予約してくれてるのよね。してませんよ。はあ？じゃあどうやって帰れって言うのよ。知りませんよ。遅刻する玲子さんが悪いです。なんて冷たい感じなの。今からでも手配しなさいよ。もう旅行は終わりましたので、私の幹事としての仕事も終わりました。いやー、レイコさんの遅刻には悩まされましたが、楽しい旅行でした。はあ？まだ旅行は終わってないのよ。私が沖縄に取り残されてるんだから。ちゃんと集合時間に来ればよかっただけですよ。昨日もあれほどちゃんと来るように言いましたよね。あんた、私をこんな目に合わせていいと思ってるの。出た、不良の得意技の理不尽な脅し攻撃。不良舐めたら痛い目見るわよ。さあ早く飛行機を手配しなさい。痛い目を見るのは玲子さんの方だと思いますけど。はあ？何言ってるの。玲子さん、遅刻した本当の理由を教えてください。だから時計が壊れてて時間がわからなかったのよ。もうそのつまらない言い訳はお腹いっぱいです。スマホでも時間は確認できますからね。いや、まあ。本当の理由を教えてください。ちょっと寝坊しちゃって。へえ、お昼過ぎの集合に寝坊ですか。ちょっと昨日飲みすぎちゃってさ。真実を話してくれないので私から言いますね。ズバリ浮気してたんですよね。はあ？何言ってんのよ。きっちり浮気現場を目撃されてますよ。え、そんなわけないでしょ。浮気なんてしてないし。急に歯切れが悪いですね。元伝説の不良の勢い見せてくださいよ。ちょっと詳しく話を聞かせなさい。デタラメばかり言ってたら承知しないわよ。それがデタラメじゃないんですね。ママ友で構成した特殊捜査班が証拠をつかんでます。特殊捜査班？何なのよそれ。レイコさんのために作ったんですよ。沖縄に来てからあまりにも身勝手が過ぎるので、何か怪しいと思って捜査したんです。ちょっと、そんなの聞いてないわよ。そりゃ捜査ですからね。事前に言うわけないでしょ。人のプライベートをつけるなんて最低よ。それこそプライベートの侵害よ。それを言うならプライバシーの侵害ですよ。ここでボケられても困ります。うるさいわね。とにかくこんなこと許されないわ。なんでそんなに動揺してるんですか。何もやましいことがなければ平気なはずですが。いや、まあまあ、浮気は家庭の問題ですから、あとは旦那さんと話し合いをしていただけたらと思いますので。ちょっと待ってよ、旦那には絶対言わないで。私としては幹事として、なぜ玲子さんだけが帰ってこれてないか説明しないといけませんから。それは私がうまいことごまかすから。だから浮気の件は黙ってて。そんな都合のいい話ありませんよ。他のママ友もこれくらいの制裁は加えた方がいいとおっしゃっています。そんな、こんなことしてあんたたちどうなるか分かってんの。残念ながらいくら元不良でも今回ばかりはどうしようもないですよ。レイコさんの取り巻きもこちらの味方になりましたので。え、あいつら裏切ったのね。ずっとレイコさんの身勝手に我慢してたみたいなので、もう限界だったのでしょう。くそ、絶対許さない。完全に孤立しましたね。まあまず沖縄から帰ってこれるのか知りませんけど。じゃあそういうことなので失礼します。
ちょっと待ちなさいよ。お願いだから、なんとかしてちょうだい。その後私たちは、玲子さんの旦那さんに真実を伝えました。かなり激怒した様子で、すぐに玲子さんに連絡していました。どうやら見放されたようで、一生帰ってくるなと言われたのだとか。結局、なんとか金を借りて帰ってきたようですが、どこにも玲子さんの居場所はありません。ママ友の間でも完全に孤立しており、存在感は皆無です。そのことがあってから玲子さんは一気に老け込んだ様子で、目もうつろで憔悴しているようでした。まあ、自業自得ですね。しばらくの間、しっかりと反省してほしいと思います。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録、高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。